シャリフ・カブンスアン州の位置、シャリフ・カブンスアン州は2006年から2008年までフィリピン南部ミンダナオ島にあった州でイスラム教徒ミンダナオ自治地域に属していた。マギンダナオ州の北部が分離してできた州で、北にラナオデルスル州、東にソクサーアージェン地方のコタバト州、南にマギンダナオ州の残部と接し、西にはモロワンを望んでいた。州域にはアームと ソクサーアージェン地方双方の中心都市、コタバ都市があるが、フィリピン国内の独立した都市の一つである。シャリフ・カブンスアン州は、マギンダナオ州北部の10の町からなる、新たな州を創設するために制定された、ムスリムミンダナオ自治法、第201に基づき誕生した。2006年10月29日、マギンダナオ州の住民投票の結果、 賛成票多数によりこの法案は承認され、北部の10の町が分離して、フィリピン80番目の州として発足した。フィリピン議会による創設ではなく、住民投票により発足した初めてのフィリピンの州でもあった。人口は365,848人。町の数は、州発足とともにウッピ町が2つに分裂し11になった。州とは、 コタバ都市の南にある町、ダトゥオディンシンスアとであった。州の名は、16世紀に、ジョホールから来て、マギンダの王国に、イスラム教を紹介したシャリーフ・ムハンマド・カブンスワンに、由来していた。しかし2008年7月17日、フィリピン最高裁は、狭たいフィリピン選挙管理委員会事件の判決に、おいて、シャリーフ・カブンスワン州の創設の向こうと、アームが、 州や市を創設するのは憲法違反だとする判決を下した。行政地域の創設といった事項は憲法上ではフィリピン議会の戦艦事項であり、それゆえアーム議会がアーム内に州や市を新設することを憲法違反と判断している。アーム側は異議を申し立てたが、結局2009年1月にこの判決は確定した。ありがとうございます。